はいどうも、オグです、今日はですね、内山カップ2周の収益と、まあどんな大会だったかっていう、何がすごかったかっていう、その内山カップっていうのは今現役で活動されてる、内山下克郎が主催しているトーナメントなんですけども、テーマが、まあ、選手ファーストということで、選手目線で作られた大会というか、すごいいろんなところに気を使ってくださったりとか、まあ、とてもいい大会でありがとうございました。またこのオグチャンネル、内山さんのね、奥さんにも見ていただけてるということで、表彰式の司会本当に圧巻でした。ありがとうございました。まあ、収益の前に、じゃあまず何がすごいかっていうところをちょっとお話ししていこうかなと思います。まず一番すごいのが試合球ですね。というのも、だいたいフューチャーズだとボールチェンジが9-11の4球仕様とか3球仕様がだいたい普通なんですけども、今大会内山カップはですね、なんとボールチェンジが7-9の6球仕様ということで、もう本当にね、全ゲームがほぼボールがいい状態で、進められるという、ボールが剥げることもなく、もちろんパンクもなく、すごいいい状態で常に試合ができるので、もうボールチェンジの回数でいうと、やっぱり本当に ATP トーナメントのような感じで進んでいってですね、僕が今まで経験してきてるような ITF ではあまり考えられないようなボールチェンジの回数と使用球の多さですね。予選も、確か4球使用の7-9ということで、予選に関しては他の大会とかは例えば4球使用でボールチェンジなしとかいう大会があるんですけども、ここは4球使用でボールチェンジもしっかりあると。さらに予選決勝から審判がつきます。主審がつくことは多いんですけども、今大会は主審とさらに先審もついてくださって、なかなかね、やっぱり主審一人じゃ、まあ、僕もダブルスやりましたけど、ゆずき選手とかね、もうああいうレベルのサーブを主審一人で見るのはどう考えても不可能ですし、本当に素晴らしいなと思いました。で、練習ボールに関しては、まあ、試合がある限り毎日3球ニューボールをいただけると、ウォームアップから常にニューボールで毎日練習できるっていう、まあ、ちなみにボールは今回テクニファイバー、僕のスポンサーでもあるテクニファイバーさんなんですけども、すごい他の選手に聞いてもやっぱりすごい評価が高くてですね、大好評でございました。まあこの2点が他の大会と比べて大きく違う点なんじゃないかなと思います。ああ、もう一つあったな。もう一つはワイルドカードについてですね。まあワイルドカードは、まあ大会によってももちろん選ばれ方は違うんですけども、今回、まあすごい他の大会と違うなと思ったのは、まずは、吉田伊織選手にワイルドカードを挙げているという、まあ言っちゃえば、やっぱり実力的には、その自分の実力で予選に入れるレベルにはいないかもしれないんですけども、やっぱりその YouTube というか集客力というか、やっぱり今日本テニス界でも十分注目されている存在ではあるので、まあ、言い方をちょっとあれすると、実力ではなく、そういう知名度を一つキーとして選んでるというところ。それもすごい新しいな。まあやっぱり格闘技でもそうですけど、もちろん一つのエンターテイメント、トーナメントも一つのエンターテイメントというか、お客さんはもちろん集めないといけないわけですから、まあそこに関しては多分賛否もたくさんあると思うんですけども、でもその他のワイルドカードでも、そのヨシーズカップを優勝した選手だったり、期待の若手の選手たちにワイルドカードもしっかり上げていたので、すごいバランスの取れた振り分けだったんじゃないかなと。すごい上からになっちゃいましたけど、そこが他の大会とはまたちょっと違うかなと思います。やっぱ天気が最高でしたね。今高崎に僕移動してきたんですけども、夜ももわんもわんして暑いし、その点北海道はもう、まあ、ちょっと肌寒いぐらい、本当にちょうどいいような、試合する時間帯もすごい、ちょっと暑いぐらいですけど、逆にああいう涼しい場所でできるっていうのもすごい良かったなと思います。まあ、あとはイベントでもね、奈良くるみさんとか豪華なイベントが開催されてまして、内山選手も出会い前に忙しい中実際に足を運んでくださいまして、選手の価値を上げるような大会というか、選手との距離も近いんですけど、しっかり価値も分かっていただけるような大会で、すごい良かったなと思ってます。僕が感じた内山カップの感想はこんな感じですかね。まあ、あとはやっぱりスタッフの方々、皆さんがすごい本当に選手ファーストっていうのを徹底してくださって、すごい何事も円滑に
何か困ったことがあればすぐサポートしてくださったりとか、 SNS もたくさん活用して選手の、まあ、試合のハイライトだったり、インタビューだったり、毎日サインボールを、ファンの方にあげるとか、そういった面でも本当に総じてすごいいい大会だったなと思います。大会関係者の皆さんありがとうございました。ということで、今回1周目シングルス1回戦負け、ダブルスベスト4、2周目シングルス2回戦負け、ダブルス優勝、この2周の収益をちょっと報告していきたいなと思います。まず2周の賞金の合計が214,500円と、意外と僕の中では過去最高かもしれないです。いいのか悪いのか分かんないですけど、意外と過去最高ぐらいの賞金の多さだったかもしれないです。でダブルス優勝は1人10万ぐらいでしたね。まあ、今大会2万5000ドルの大会なので、フューチャーズには1万5000ドルと2万5000ドルの大会があるんですけども、今回はその上のグレードだったので賞金も多めに、いただけまして、で今回使ったのがですね、まあ、まず飛行機、往復、僕は成田空港から札幌の新千歳空港の往復便、飛行機代の合計が4万8000円と、で宿泊、結構ね自分で取るのも大変で、すごいすすきのあたり、ホテルがもういっぱいでして、まあ、相手とも高かったりとかなんで、僕はオフィシャルホテルに泊まってたんですけども、1泊8500円の朝食付きで、14日間泊まったので合計が11万9000円と、これが大変でした。今回ガッタハリのストリングのオフィシャルが僕のスポンサーさんであるテクニファイバーだったんですけども、2週間で16本張り替えまして、多分選手の中で一番多かったんじゃないかなと思うんですけども、ロール1個が丸々なくなりまして2週間で。で、まあ、よくあるんですけど、オフィシャルがスポンサーさんの場合は、特別に他の選手は2000円なんですけども、僕の場合は半額1000円ということで、もちろんこれも公表していい値段なんで今言っちゃいますけど、まあそういうことはよくあります。まあちょっと2000円だったらねすごい額になっちゃってましたけど、ということでガット張り代は1万6000円でした。で2週間で、まあ、トレーナーさんが駐在してまして、30分3000円でケアを受けられました。今大会2週間で3回ケアを受けたので、9000円と、今大会使った合計が19万2000円と、で、まあ、単純にで今食費がね、まあ、ちょっと計算してなくて分かんなかったんですけど、まあ、せっかくの久しぶりの日本と、さらに海鮮の多い北海道ということで、まあ、ちょっとね日によっては贅沢させていただきまして、しかも本当にお世話になってる片山翔プロ、何回もご馳走していただきまして本当にありがとうございます。もうアドバイスをいただいた上にご飯もごちそうになって、 YouTube も、出演していただきましてありがとうございました。ということでちょっと食費代は入れてないんですけども、単純に今言ったものを、賞金から引きますと、なんとプラス22,500円、この終始シリーズ初めてのプラスでございます。ありがとうございます。まあ、食費入れたらまあトントンぐらいになっちゃうんですけど、まあ良かったですとりあえずは。はい、でちなみに今回ダブルスの副賞なんですけども、優勝で、今回大会スポンサーであったこのブルーシックスさん、こちら、プロテインを出しておりまして、今大会優勝した副賞として半年分のプロテインを、贈呈していただきました。ありがとうございました。ブルーシックス、プラスいくつかサプリメントとかもありましてありがとうございます。そしてこちら同じくスポンサーさんのユーフィットさん、大会会場選手ラウンジでみんな使えるように置いてあったんですけども、こちらも副賞でいただきまして、こちらはこういったマッサージガンとなっております。すごいコンパクトで持ち運びやすくて使わせていただいてます。ありがとうございます。で、またですね、今回またこちら大会スポンサーであった合同陽気さん、個人的に YouTube も見ていただいているということでお声掛けいただきまして、今回雨が何日か降ったんですけども、ある雨の日1日、試合の日かな、ウォーミングアップでその方が、コートを持っていらして家に、
まあ、北海道は確かに雪がすごいのでインドアのコートはすごい多いって聞いたんですけども、まあ、その方のコート実際お借りしましてめっちゃくちゃやばかったです。ちょっと動画撮っとけばよかったなと思って、一面なんですけど、これもまた今大会スポンサーの青山スポーツさんが言ってグリーンセットというコートサーフェスを使用してまして、めちゃくちゃいいハードコートで、もう冷房ないのかな、空調完備のインドアコート、いやこれ家にあったらやばいなと思いましたね。でそこの息子さんもねテニスをやっていて、実際にちょっとレッスンというか一緒に打ったんですけども、すごい上手で今北海道で何番だったかな、まあ、上の方で頑張ってるということで、でもう一人息子さんがオーストリアで頑張っています、テニス留学をしているようで、これはいずれ出てくるんじゃないかなと僕は個人的に期待をしております。まあ、ということで本当にとてもいい大会で、しかも優勝もすることができて、やっぱりね、まあ、シングルスではちょっと勝てなかったんですけども、まあ、ダブルスですが、まあね、その YouTube 活動いろいろ忙しくさせてもらってまして、まあ、会場でも YouTuber といじっていただけることも多いですが、まあ、今回はダブルスですがしっかりタイトルを取れたこと、それは自分自身でも、よくやったと、勝手に思っております。北海道でも、実際会場でもたくさんの方に声をかけていただきまして、ファンの皆様の前でこうやって結果を出すことができて、すごく嬉しく思います。今回は高崎でのフューチャーズということでかなり暑い中での試合になりますが、全力でファイトしてただ戦うだけということで頑張っていきたいなと思います。今後とも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。